皆さんこんにちは、還暦 YouTuber の三河です。今回は建築のキャッシュフロークワドラントについてお話したいと思います。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、このキャッシュフロークワドラントということですね。クワドラントって4分の1、4等分ということで、ロバート清崎さん、ロバキヨって言われてる人が、提唱したもので、これは超有名なことですよね。で、それの、建築の場合はどうかなって僕が勝手に想像して、書いたものです。なので非常に個人的なことでは、個人的な考えではありますけども、聞くと、最後まで聞いていただけると、参考になると思います。生き方の参考になると思いますので、よろしくお願いします。で、 E って何かっていうと、エンプロイーで、雇われてる人ですね。雇われてる人なんで、社員とか役員も雇われてるんで、普通は。で、まあ、社長も雇われ社長が多いですよね。あと役人とか教員、僕もそうですけども、大学の教員、まあ小中高でもそうですけども、教員も E ですね。で、S は何かというと、セルフエンプロイドで、独立して、あるいは自営で、開業してる、もう小規模のお店とか、会計士とか、お医者さんもそうですね。お医者さん年収高いと言ってもですね、仕事辞めたら年収がなくなるということなので、ここに分類されます。で、建築の場合は建築家ですね。独立した事務所、建築家がここになります。で、まあ、高学歴の人がここに、こっち側、左側が多いんですね。高学歴が多いと。なので、高学歴でいい、就職して、いい年収というと、というお話の場合は、こっち側だけ考えているということです。で、ちなみに、この人ですね、超有名人でも結構、まあ、年収は、こっちよりずっと低い形で、さらに不安定であります。まあ、それは、まあ、有名な建築家でもそうですね。もう間違いなく。で、あと、それの他に、YouTuber とかブロガーか、かっこはてなって書いてありますけども、これは、まあ、稼いでる人は稼いでるけど、僕みたいな YouTuber は、まあ、0円ですね。もう1円にもなってないですけども、まあ、学生が、パースがわかんないって言って、毎回同じ説明するのが大変なので、まあ、歩行用に、作った動画が、そもそものきっかけですね。で、ブロガーさんも、まあ、稼いでる人もいますけども、まあ、アフィリエイトで稼いでる人いますけども、僕は今年から、アフィリエイト、夏からですね、ちょっと、自分の本の宣伝をアフィリにしてみたんですけども、毎月500円か1000円は、まあ、上がってるっちゃ上がってるけど、まあ、これ、コーヒー代ですね。コーヒー1杯か2杯分ぐらいしかなってません。なので、これは、まあ、人によるけど、まあ、普通はない。まあ、S になると思います。で、YouTuber さんも、すごい稼いでる人もいますけども、更新をやめちゃうとですね、今までのストック分からの上がりはありますけども、その先がもうどんどん減っていってしまうということなので、まあ、ここに入るということです。で、B クワドラントは何かというと、ビジネスオーナーです。ビジネスオーナーで、まあ、仕組みを作って経営する側になります。仕組みを作って経営するので、この、独立自営の自営業の店舗、小さい店舗とは違って、まあ、フランチャイズとかそういうのをやるとかですね、もうちょっと大々的に行うものを指しているようですね。で、建築の場合どういうのを指すのかなって考えたんですけども、まあ、自分で工務店やる場合はもうこっちになっちゃいますね。小さくやるしかないので。で、なんか仕組みを作って、いろいろ手広くやる。で、いろんな人を使ってやるっていう場合ですね。まあ、あんまり建築ではあんま思い浮かばなかったんですけども、まあ、半分不動産の方に足を突っ込むならば、ホテルとかシェアハウスはこっちになるのかなと。ビジネスオーナーです。ビジネスオーナーの B ですね。で、I はですね、インベスターで投資家です。投資家で大大株主、大規模株主ですね。で、ここ、サラリーマンが例えば1000万ぐらい株持ってても、まあ、I にはならないと思います。規模的に。例えば1000万で、まあ、配当だけで暮らすって、例えば 5% だったとしたら50万ですかね。なので暮らせないと。まあ、1億でようやくこっち側になるかなっていうぐらいの感じですね。なので、まあ、株持ってる人も、まあ、まあ、理論的にはこちら側ですけども、インベスター、I ですけども、まあ、規模がまあ1億超えるぐらいからだと思います、ね。あと、不動産オーナーはもう間違いなくここで、僕も今ここを目指しているところですね。なので、僕個人で言うと、これと、これとこれですかね。これとこれとこれ。まあ、本も書いてるんで、まあ、本は大した収入にはならないですけど、まあ、これか、本の場合これか、まあ、ストック分もあるんで、これに少し入るかな、というぐらいですね。これとこれとこれです。で、これが割と、安定的に、まあ、大規模に、毎年毎年ですね、複利で増えてるんで、
大規模になりつつあって、こっちよりもこっちの方が多いという感じになってます。で、右と左に分かれててですね、左が労働者側で右が資本家側、まあ、この本にはそう書いてないですけども、まあ、僕はざっくりこれかなと。労働者と資本家ですね、まあ、二項対立でよく語られますよね。で、左が社会主義はてな、まあ、社会主義的傾向にあるということで、まあ、あの賃金を増やせと、こっちに搾取されてると。で、割と被害妄想が強い方ですね。で、資本家はいつも頭を悩ませてて、どうやって、少ない従業員でより利益を上げるかということに頭を悩ませてますよね。で、まあ、こちら側がまあ資本主義で、社会主義対資本主義の構図があるかなと思います。まあ、これは大雑把な話ですよね。で、左が労働者、右が資本家、まあ、よく言う左側と右側っていうのも、まあ、大雑把にはこれ当てはまる、まあ、ざっくりですね、まあ、政治的な色を除いて考えると、まあ、こういうところがあるのかなと思います。で、建築の場合ですね、まあ、まず最初にここに入るとそうですね、ここに E に入って勉強すると。で、最終的にこっちに行くのを目指す人が多いと思うんですけども、まあ、あるいはこの中でこう出世していくというのを目指す人もいるとそうですね。で、僕がおすすめするのですはですね、これやりながらこれも目指した方がいいですよという話をおすすめしてますね。で、学生にも言ってるんですけど、なかなかあんまり通じないんですけども、まあ、僕自身そうしてきましたので、ただ建築家になるだけだと、あの自分の能力を少しでも高めて、少しでもいい作品作って、少しでも評価を得てっていう、もう自分の能力だけに頼り切ってる感じで、例えば自分が、病気になったという場合、これ全部おじゃになるということですよね。なので自分の力だけやろうとする、まあ、高学歴の人に多いですけどね、こういう傾向にありますと。で、僕はあの不動産にも稼いでもらう方向を考えてやってます。不動産ですね、不動産にも稼いでもらう方向を考えてやってますので、自分がポシャった場合でもですね、まあ、あの実際2年前に僕はあの ICU に10日間入っちゃってましたけども、その場合でも家族を支えてくれていましたので、まあ、この2つを両輪にする、まあ、できたらこっち側をやめてこっちの考え方にするというのがいいのかなと思います。で、ロバート・キヨサキさんはですね、まあ、一番最初の金持ち父さん貧乏父さんが大ヒットした本で、僕も40代で初めて読んで、このシリーズ全部読んでますけど、まあ、何回も読み直してますけど、非常にいい本なので、ぜひ、これを読みながら、考えてほしいなと思います。で、まあ、なるべく若い頃から始めないと、僕はちょっと遅かったかな、もうちょっと、まあ、20代でこういうこと知ってれば少しもうちょっといいかなと思ったんです。まあ、今でもこれをかなりやってますんで、いいんですけども、もうちょっと早い方がもっと良かったかなと。もうひたすらこれを目指すとですね、なんか疲弊していくわけですよね。で、有名な建築家さんも結構もうなんか大変そうですよね。で、そのさらにスタッフさんはですね、まあ、ブラック企業の真っ只中で、マックよりも安い、給料で働いてると。バンドさんとかも大変そうですよね、ここね。もう何人も見て知ってますけども。なので、これもやると。で、こればっかやってる人はですね、ちょっと僕と話がちょっと合わないっていうか、すれ違っちゃうんですよね。で、まあ、そういう話は、あんまりしたがらないというか、そういうのはあんまり良くないことだと、これは悪いことだというふうになんか勘違いしてる人が多いですよね。で、こっちは悪い人で、こっち側の、まあ、組合側の人はいい人が集まってて、こっちは搾取する悪い人だと勝手に勘違いしてるみたいですけども、こっちの人が仕事を作んないとこっちの人ないわけですから、例えば建築家も、まあ、不動産のオーナーがいないとないと。で、不動産のオーナーをやるとですね、建築の不動産とこう立ち上がりますよね、ものが。そうするとそれを管理したり運営したりするわけですね。そうすると違う価値が見えてくるんですよね。で、不動産として見ないで、この人たちは割と作品として見ちゃうんですよね。なので、ちょっとまずいものもいっぱい作ってると思います、実際。で、あの人には頼めないとか、そういうのも結構あるんですよね。特に若い建築家に多いと思いますね。で、ちょっと話がちょっとずれちゃうので、これだけやってるとすごい偏見になって苦しいかなと思います。で、今日はですね、ロバート清崎のキャッシュフロークワドラントですね、キャッシュフローの 4等分のものと大きく分けて4つありますと。で、1つはエンプロイーで雇われてる人で、もう1つはセルフエンプロイドで、個人経営のお店と個人経営の人と、で B はビジネスオーナーで I はインベスターと。
こういう4つがあるということです。で、建築についても4つの分野があってですね、ちょっと幅広く最初のうちだけでもいいんで、まあ、幅広く捉えて、例えばお金の流れとかですね、ビジネスっていうのはお金の流れそのものなので、幅広く捉えてやることをお勧めし、特に若い人にはお勧めしたいと思います。で、こちらばかり目指すと、結構大変と。とにかく高学歴にしてこっち目指して大学の教授になってとか、そんなことばかり考えてると、まあ一生これで終わってしまう。まあそれはそれで価値ある人生だと思うんですけども、まあこういう右側の考え方もあるんだよということをお話ししました。今日はここまでですね。今日のお話お役に立ったと思われる方は、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。